火事だ。うわ、これはひどい。おい、いや、火事だ。ガヤ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 。さて、火災の原因は隣の家からの延焼か。どの部分だ？あの鑑定人の方ですか？あ、はい、ここにお住まいの方ですね。この度は本当に大きな被害でお気持ちを察しします。家族は全員無事だったのでそれは何より良かったんです。でも家がなくなったらこれからの生活が。火災保険ちゃんと出ますか？それを確認するのが私の仕事です。被害の場所や大きさを丹念に調べさせていただきます。事務所にて。はい、 M 鑑定者です。はい、鑑定のご依頼ですね。 C 代表、〇〇損害保険から電話です。そっちに内線回します。はい、損害保険登録鑑定人の C です。鑑定のご依頼ありがとうございます。火災ですね、場所はどこですか？はい、わかりました。明日朝1で行けます。警察の実況見分は終わってますか？はい、 M 鑑定者です。はい、鑑定のご依頼ですね。 C 代表は現在他の電話にかかっていますので Y 鑑定人でしたら対応できます。よし、俺の出番。え？ C 代表じゃないと嫌だ。わかりました。それでは後ほどお電話折り返しします。なんだよ。よし、今度は俺が。はい、 M 鑑定所の Y と申します。鑑定のご依頼ですね。ありがとうございます。え？ C 代表はいるか？今いないですよ。私も損害保険登録鑑定人ですから私の方でも対応できますが。私じゃダメ？ C 代表がいい？わかりました、伝言しておきます。くっそ、なんで C ばっかり仕事が来るんだ。俺の方が鑑定歴長いのに。 C 代表、バツバツ損保からご依頼です。ありがとう、対応しておくよ。あんな女たらしにいつから見てるよ。こんにちは、弁護士の松崎です。皆さん、年次有給休暇を取りたいときどうやって上司に伝えますか？今回登場するのはこの人。損害保険の鑑定をする会社に勤める A さんです。彼女は年次有給休暇を取ろうとして有給届を出しますが、その出し方が悪くて裁判に発展します。今回はこの事件を追いかけることで年次有給休暇の取り方、会社のお金を使って従業員にたくさんお金を払う社長の責任、会社が付加金を払わなくてもいい場合を見ていきます。舞台となったのは2016年の大阪です。2016年12月の株主総会、平成27年度の株主総会をします。年間売上額は5600万円、そのうち私 C の売上が2600万円、 Y 代表の売上が1200万円、従業員の D さんが1000万円ですね。 D さんはよく頑張ってくれてますね。Y 代表は経歴が長いんだし、代表の稼ぎとしては1200万円は少ない。というかこれじゃ従業員の給料出せませんよ。すみません。来期から Y 代表の役員報酬を月25万円から月10万円に減額したいと思います。いかがでしょうか？ちょっと C 代表、待ってくださいよ。私にも私生活がありますから。 Y さん、まるで労働者みたいなこと言わないでくださいよ。あなた経営者でしょ。今会社は従業員に残業代すら出してないんですよ。これからはちゃんと残業代出していくようにしたい。あなたに分不相応な報酬を払っている場合ではないのです。それでは Y さんの報酬額変更について採決を取ります。私は反対だ。反対が1人、議決権10個分。 Y さんの報酬変更に賛成の方。賛成。 Z さんが賛成、議決権10個分。私も賛成なので議決権プラス10個、合計20個。賛成過半数ですので Y 代表の報酬減額は可決です。 M 鑑定者（過小）は損害保険の鑑定を行う株式会社。家が火災や地震で壊れた時に出る損害保険の保険金がいくらになるかを計算して保険会社に報告する仕事をしています。建築や電気、会計についての知識だけではなく、災害現場に行って調査を行う体力も必要な専門家集団です。 M 鑑定者の C 代表は人当たりも良く、仕事の依頼をたくさん受ける稼ぎ頭。 Y 代表は経験豊富ですが、あまりお客さんの受けは良くないようです。株式会社ですから、取締役の C 代表や Y 代表の報酬は原則として株主総会の決議で決めます。 M 鑑定者の株式は C 代表が株式10個、 Y 代表が株式10個、 Z さんが株式10個の合計30株。 Y 代表の報酬を減らす決議は C 代表と Z さんの合計20株の過半数で可決されました。M 鑑定者の従業員は。 A さん、そろそろ休憩どうぞ。はい、ありがとう。あ、ねえねえ、ちょっとこれ見て。違法残業で大手広告代理店書類送検だって。最近多いですね、ブラック企業狩り。うちも検挙されたりして。今まで残業代1円ももらってないんだから、私たちが通報すればすぐよ。そしたら即倒産ですね。転職先探さないと。おいおい、勘弁してくれよ。あ、聞こえてました。
うん、残業代出してないことは申し訳ないし、法律違反なのも分かってるんだけど、売り上げがなあ。私はそろそろ現地調査行かないと。ええ、今日は先に帰ってて。うん、夕飯は食べずに帰ると思う。じゃあ何か用意して待ってますね。この会社の実働部隊は C 代表、Y 代表、従業員の D さん、この人は C 代表の娘、事務員の A さん、B さんの少数チーム、いわゆる零細企業です。 A さんと B さんは時々自宅に持ち帰り残業をするほど忙しく働かされていますが、今まで残業代をもらったことがありません。もちろん M 鑑定者にとって労働基準法違反の犯罪行為です。ちなみに C 代表と事務員の A さんは結婚はしていませんが、一緒に暮らしている、いわゆる内縁の関係です。ある日、こんにちは。いらっしゃいませ。どのようなご用件ですか？代表者の方はいらっしゃいますか？今外出しておりますが。そうですか。私は大阪地方裁判所の執行官です。本日はこれを届けに上がりました。証拠保全決定書？大阪地方裁判所から？どういうことですか？今から1時間後に裁判官がこちらに現れます。こちらの事務所の C 代表という人が、会社のお金を自家用車や自宅改修のために横領しているということで、 Y 代表という方が申し立てをしたのです。え？横領？ Y 代表が申し立て？1時間後？ちょっと待ってください。 C 代表に電話します。出ない。1時間後。頼もう頼もう。はい、空いてますけど。証拠保全に参上しました、大阪地方裁判所の裁判官坂間と申します。本件は M 鑑定者の C 代表が同社の資産を私的に流用したとの理由で訴え、提起前の証拠保全が申し立てられ、証拠保全が決定されたというか、私が決定しました。よって今からこの事務所を調べたいと思います。いいですよね？え、裁判なら仕方ないのかな。ご協力ありがとうございます。あ、これは観葉植物のポトス。私の家にあるのと同じ。同じ鉢植え、同じ栄養剤。怪しい。さては、こうなんで買ったな。知りませんけど、証拠保全と関係ありますか？はっ、まさか観葉植物は気をそらすためのおとり。ああ、これは建築論法。私本当は建築士になりたかったのに、こんな心機臭い裁判官を選んでしまったなんて。くっそ、会社の通帳を見せろ。はい。これで全部か？はい。通帳さえ手に入れば100点だ。カメラマン、通帳の全ページを撮影せよ。はい。証拠保全とは、裁判官がいきなり現場に現れていろいろ調べていく裁判の手続きです。裁判官が来る少し前には、執行官と呼ばれる人が予告しに来ます。証拠が改ざんされる恐れがあるような場合には、訴えを起こす前に証拠保全をすることができます。ふん、特に横領の痕跡は見当たらなかったよね。はあ、たまに外に出られていい気分転換になった。さらば。ふう。何？ Y 代表が証拠保全の申し立てをした？俺が会社の財産を横領していると？はい、先ほど裁判官が写真を撮っていきました。Y のやつ、本気だったか。A さん、B さん、実は Y が今俺をクビにしようとしているらしいんだ。クビって、会社の代表取締役をクビにできるんですか？株主総会の決議があれば取締役をクビにできるし、Y はもう一人の株主 Z さんから株式を10株買ったんだ。だから今は Y が単独で株主総会の過半数決議をできる。C 代表が辞めたら私も辞めます。 Y 代表じゃこの会社持たないでしょ。すまない。2人には昇給させてやれなかったし、残業代も1円すら払ってこなかった。せめて最後にその清算だけはやってからこの会社を後にしたいと思う。2人の基本給を来月から大幅に増やす。今まで払わなかった残業代、過去に遡って全部払う。そして退職金も新たに導入する。え、すごい。 C 代表、お気持ちは嬉しいんですが、そんなに払うお金会社に残っていないのでは。分割で何とかしよう。2017年8月、 C 代表は A さんと B さんに労働条件通知書を交付。そこには A さんの基本給を20万円から35万円に増額、 B さんの基本給を23万円から35万円に増額、またそれまでなかった退職金制度を導入。 A さんがすぐ退職した場合は98万円、 B さんがすぐ退職した場合は157万円の退職金が出る計算になりました。さらに C 代表は今まで払わなかった残業代について A さん B さんと合意書を交わしました。それによると A さんには1月35万円の給料の5ヶ月分を未払い残業代として払う、 B さんには1月35万円の給料の8ヶ月分を未払い残業代として払う。未払い残業代は一括で支払うことが難しいので、6ヶ月間の分割で支払われることになりました。加えて C 代表は2017年9月、 A さんと B さんに10周年記念賞与として82万円を支給。その時会社は設立してまだ9年だったのですが、その後2017年9月から12月にかけて数回に分けて A さんには約200万円の時間外手当精算金が、 B さんには約300万円の時間外手当精算金
金が支給されました。 C 代表が行ったことはそれだけではありません。経理担当の B さんに指示して2017年9月から12月何回かに分けて C 代表の口座に合計約800万円、 C 代表の娘の従業員 D さんの口座に合計約580万円を会社の預金口座から送金させたのです。その金額の名目は報酬給与貸金返金賞与残業代などでした。そんな中2017年11月 C 代表は Y 代表と面談。いやー、 C さん、実は来月であなたを取締役から解任させていただくことになりました。今度の株主総会で決議する予定です。最近やってることが目に余るものですからね。どちらにせよ私ども多分春口には全員辞めますから。全員辞める？ A や B や D も辞めると？はい。まあいいですよ、好きにすれば。それで全部きれいに清算して辞めるので、従業員の給料とか退職金とかきれいにしてゼロにして辞めます。わかりました。ボーナスも払わないといけないし、きちっと払って従業員が後困らないようにしてあげてください。わかりました。 C 代表は2017年12月、 M 鑑定社の取締役を解任され、2018年1月4日会社の預金通帳と銀行印を Y 代表に渡しました。従業員は、 A さん、我々はどうしましょう。 Y 代表だけになったらどっちみちここは終わりよ。昨年度の Y の売上なんて400万しかないじゃない。ですよね。とりあえず今まで使ったことなかったけど有給休暇使って休みましょう。作戦はそれから考える。いいですね。いつから休みます？決まってるじゃない。え、まさか明日から？今日からよ。今ならちょうど Y が留守だから有給届けさっさと書いて Y 代表の机に叩きつけて帰りましょう。2018年1月8日、2人は Y 代表の留守中に Y 代表の机の上に年次有給休暇を取ることを記載した有給届を置き、それ以上午後の勤務をせずにそのまま帰宅。有給届には1月4日の午後から1月10日までの営業日すべて有給で休みますと記載され、実際その間 A さんと B さんは出勤せず、翌週1月15日にも Y 代表がいないのを見計らって有給届を提出。翌日1月16日と17日に有給を取りますという内容で、実際にその間出勤せず、1月19日にはその翌週の1月22日から退職するまで全部有給で休みますということ、そして2018年2月20日で退職しますという退職届をファックスで会社に送信。実際にその間出勤せず、2月20日以降も会社に出勤することはありませんでした。おい、なんだよ有給届って、こんなの机に置いていなくなるなんてバカにしてんのか。ただの無断欠勤だ、払うわけない。一方、新しい鑑定所で働き始めた A さんと B さん、ちなみに月の給料は25万円。やっぱり前の職場給料払ってきませんね。退職金も払ってこないのは痛いわね。裁判で取り戻しましょう。 A さんと B さんは M 鑑定所に対して未払い賃金の支払いを求める裁判を起こしました。裁判所での A さんと B さんの主張はこうです。1つ目、 M 鑑定所は A と B が2018年1月と2月に有給休暇取った分の賃金それぞれ71万円ずつ支払え。2つ目、払うって約束してくれた未払いの残業代がまだ全部支払われていない。 A の分40万円 B の分42万円払え。残業代払わないのは労働基準法違反だから賦課金約38万円もそれぞれに払え。3つ目、退職金がまだ支払われていない。 A の退職金98万円、 B の退職金157万円、全部払え。1月と2月分の給料を払えという主張が出てきました。 A さんと B さんは1月はほとんど出勤していませんし、2月は全く出勤していません。しかし年次有給休暇を使ったから給料は支払われる必要があると考えているのです。それぞれ月の給料が約35万円ちょっとなので、2ヶ月分で71万円ずつ有給休暇を使ったのですから当然の主張です。なお、労働基準法で定められた有給休暇の正式名称は年次有給休暇です。年休と呼ぶこともあります。残業代を払えという主張も出ています。 A さんと B さんは実はかなりの残業をしていたようです。 C 代表との約束で過去の残業代は結構払ってもらいましたが、その後も残業はたくさんあったのに Y 代表からは払ってもらっていないと主張して、それぞれ40万円42万円の残業代を請求しています。賦課金を払えという主張もあります。残業代を払わない会社の態度が悪い場合には、裁判所が追加のペナルティとして残業代と同じくらいの金額の賦課金の支払いを命じることがあります。退職金を払えという主張も出ています。 C 代表が作ってくれたばかりの退職金制度ですが、退職金制度が作られた以上は退職金を支払ってもらえるはずです。これに対して M 鑑定者、つまり Y 代表の反論は次の通りです。1つ目、前の代表者の C は勝手に A と B の給料を増やしたり、過去の分の残業代や退職金を払うという約束をした。これは会社の財産を無駄にばらまくだけの権利乱用の違法行為だから全部無効だ、だから払わない。2つ目、前の代表 C は自分が取締役から解任されると分かったら急に会社のお金を自分に800万円も送って、娘の D にも580万
万円送った。従業員の B はそれを分かって送金手続きしたし、 A は C 前代表の内縁の妻だ。みんなグルで不法行為をしていたのだ。悪いのはそっちの方だ。 A は400万円、 B は500万円賠償しろ。3つ目、 A と B は有給休暇を使ったというが、時期指定の方法が Y 代表が事務所にいない間を見計らって机の上に有給届を置いて帰ったんだから、会社としては時期変更権を行使する機会がなかった。そんな有給休暇の使い方は権利の乱用で違法だ。前の代表の C さんが給料を高くしたり残業代を遡って払うというような約束をしたのは権利乱用で無効だという反論が出てきました。確かに C 代表がした約束は普通では考えられないくらい A さんと B さんから見て嬉しい内容ですし、 C 代表が自分が解任されると分かってから急いでしている感じがあります。会社の代表だからってそれはやりすぎだ。つまり権利乱用だから無効、約束はなかったことにするという反論です。約束がなかったことになるなら会社としては全く払う必要がありません。前の代表の C さんが会社のお金を800万円も自分のものにした、自分の娘にも580万円送金した、それを A と B が手伝った、みんなグルだとの反論が出ています。実は会社の主張によると、 Y 代表が C さんから会社の通帳をもらった時には会社の通帳には残高30万円しかなかったそうです。それなら Y 代表としては怒るのも当然です。だからグルになった A さんと B さんに賠償しろというカウンター訴訟、つまり反訴が提起されているのです。 A さんと B さんとしては思わぬ反撃を受けています。有給休暇については自分がいない時に机の上に置くというのは時期指定の方法として権利乱用で違法だと反論しています。労働者が有給休暇をこの日に取りますと会社に言うことを時期指定と言いますが、そのやり方があまりにひどいという意味です。会社としては時期変更権を使うチャンスがなかったという言い方もしています。会社は労働者が有給を取りたいと言って時期指定権を使ってきた時には、休まれたらどうしても業務が回らない、事業の正常な運営を妨げる場合がある時には時期変更権を使いますと言って有給を拒否することができます。それ以外の場合は拒否できません。確かに A さんと B さんのやり方は常識的に見てあまり良くない感じがします。ですが A さんと B さんは諦めません。双方の主張は完全にぶつかり合っています。ここで問題を整理してみましょう。 A さん B さんと M 鑑定書の言い分がぶつかり合っているのは次の点です。1つ目、 AB の給料増額、残業代支払い約束、退職金新設は有効か。 A さん B さんは有効だと主張していますが、 M 鑑定書は全部無効だから払う必要ないと反論しています。2つ目、会社の財産を減らしたことについて AB は不法行為責任を負うか。 M 鑑定書は不法行為があると主張していますが、 A さん B さんはないと反論しています。3つ目、 AB は年次有給休暇を取れていたか。 A さん B さんは取れていた、会社は取れていない。この問題、皆さんならどのように判断しますか？前の代表者 C さんが A さんと B さんの待遇をかなり良くしていて、しかもかなり急にそのような計らいがされました。普通に考えるとかなり怪しいということになるはずです。 C さんが自分に800万円、娘に580万円を振り込んでいたことも相当怪しく見えます。このような時 C さんがなぜこのような行動に出たのか、裁判所としては探っていく必要があるはずです。有給休暇はどうでしょう？ A さんと B さんの有給休暇の取り方は結構乱暴です。 C 代表から Y 代表に切り替わるのとほぼ同時に、その日の午後から Y 代表に直接言うこともなく、机に有給届を置くだけで有給休暇を取っています。このような有給の取り方が認められるのでしょうか？ここで手がかりになるのは時期変更権です。先ほども説明した通り、会社が有給を取らせませんと言えるのが時期変更権です。これは事業の正常な運営を妨げる場合があるときに会社が使うことが許されています。 M 鑑定書は裁判で時期変更権を使うチャンスがなかったという言い方もしていました。 A さんと B さんが最初の有給届を無人の机に叩きつけたのは1月4日、その日以降前代表 C はいなくなった。この状況はどちらに有利でしょうか？それでは裁判所の判断を見てみましょう。大阪地方裁判所は次の通り判決しました。前代表者 C が行った AB の給料増額、残業代支払い、退職金新設の合意について、 AB の待遇を良くしたのは Z から Y への株式譲渡、つまり Y が会社の支配者になることを前代表 C が知った後だった可能性がある。つまり C は会社の経営権を Y に奪われる前に急いで AB の待遇を良くしたのかもしれない。しかしそれまで A と B の給料は月20万円23万円から増えていなかったのに、 A と B はたくさん残業をしていた、なおかつ残業代は全く支払われていなかった。これらの事情からすると、前代表 C が取締役から解任されることを予測して、その前にできるだけ A と B のこれまでの功労に報いたいと考えて、それまで支払うのを怠っていた残業代を支払い、低かった賃金を高くしてさらに賞与も出したりすることも不自然とまでは言えない。そうすると前代表者 C が会社の財産をばらまくために A と B と合意したとは言えない。会社の財産をばらまくためではない、従業員の功労に報いたいという気持ちだった。確かに前代表者 C は自分に800万円、娘に580万円を送金させて会社の残余金は30万円しかなくなった。しかし、その当時の Y 代表の売上は年間400万円で、会社全体の売上3600万円の9分の1しかなかったし、そこから従業員の給料も負担することになっていた。そして損害保険鑑定人の仕事は C や Y の人的要素、つまり人の腕前によるところが大きい。だから材料費とか運転資金はそれほど必要としない仕事だと考えられる。それにみんなが辞めていった後も M 鑑定書は事業を継続しているから結局大丈夫だった。 Y 代表
も裁判では私一人でもやってくる、もっと売り上げを増やせるとか意気込んでいる。そうすると前代表 C や A、B が受け取った金額があまりにも高すぎるとか、会社をピンチにするというわけではなく、会社の財産をばらまくとか、 A と B がそれにグルとして加担したとまで認めることはできない。グルで悪いことをしたわけではない。さらに前代表 C を Y との面談でゼロにして辞めると言っているが、これは会社の財産をゼロにするという意味ではなく、従業員の給料をきちんと払ってゼロにして辞めるという意味で、支払うべきものを全て支払って負債を清算してから後任に引き継ぐこと自体は悪いことではない。それと前代表 C は会社設立から10年経ってないのに10周年記念賞与を A、B に払ったが、 C が代表から解任される前に10周年記念賞与を前倒しで支払おうと考えたとしたら、それはおかしくはないし、10周年記念賞与には A と B の働きに報いるという意味合いがやはりあるのだから、これも前代表 C が会社の財産をばらまくためにやったこととは言えない。ゼロにして辞める発言も10周年記念賞与も問題なし。さらに確かに A と B は給料が上がったり過去の残業代が支払われて年収が220万円や320万円も高くなった。だがそれまで残業代が全く支払われていなかったし、過去の分がまとめて支払われたのだから年収が一時的に増えても不自然ではない。この意味でも前代表者に会社財産ばらまきの目的があったとは言えない。また確かに A と B はそれまで20万円23万円という低い基本給で、転職した先の基本給も25万円くらいで、そのことに不満を言ってはいないから、前代表 C が2人の基本給を35万円にしたのはだいぶ高い金額である。しかし M 鑑定所の売上が高かった時も A と B の給料はほとんど上がることがなかったし、残業代も全く払われていなかったから、20万円とか23万円の給料自体が AB の労務の対価として相当だったのか疑念を抱かせるものだ。また転職先の給料は25万円だが、そこは新しく開業したばかりの会社でそこまで忙しくなさそうだし、給料より働きやすさを重視して A と B が転職したと考えても不自然ではない。したがって前代表 C が AB の給料を35万円に増額したことが高すぎるとか会社財産のばらまきだとか言えることにはならない。年収が200万円300万円増えても不自然ではない。転職先の給料が低くても不自然ではない。したがって AB の待遇を良くしたことについて前代表 C による代表権乱用があったとは言えず、そのことについて AB にも責任はない。ちなみに仮に前代表者 C が会社のお金を私的に流用したことがあったとしても、だからといって A と B が給料を高くしてもらったりしたことが A と B の不法行為になるわけではないし、確かに A は前代表 C と内縁関係にあるが横領にまで協力するとは言えない。よって A と B に不法行為は成立しない。 A さんと B さんに不法行為は成立しない。年次有給休暇はどうでしょう。A、B の年次有給休暇の時期指定が権利乱用になるかについて、 M 鑑定所は A と B が Y 代表のいない時を見計らって有給届を出して時期指定をしたのは、会社にとって時期変更権を使うチャンスもなかったから権利の乱用だと主張する。しかし対面じゃなくても Y 代表が電話や手紙で有給認めませんと言って時期変更権を使うことが可能だから、 A と B が Y 代表が事務所にいない間に有給休暇を申請したからといって権利の乱用にはならない。 A さんと B さんの有給届の出し方は OK。それに対して M 鑑定所は時期変更権を行使していないし、仮に M 鑑定所が時期変更権を行使したとしても1月4日以降には A と B がやる仕事がない状態だったから事業の正常な運営を妨げる場合に当たらず、どちらにせよ時期変更権は使えない。いずれにしても時期変更権は使えなかった。結局よって会社の反訴は認められず、 A と B の請求を認める。 M 鑑定所は A と B に対して給料2ヶ月分の金額、 A は71万円 B も71万円、退職金 A は98万円 B は157万円、未払いの残業代 A は40万円 B は42万円、それぞれについて遅延利息と合わせて全部支払え。なお会社は過去に払っていなかった残業代を一部は払っているから付加金までは払わなくてもいい。 A さんと B さんのほぼ完全な勝訴です。給料をめちゃくちゃ高くしてもらって退職金ももらえるようになった上に、有給届を置き去りにしてその日のうちに仕事途中で帰って長期間休んで、その間の給料も全てもらえるという判決です。会社としては踏んだり蹴ったりですが、もともと従業員に残業代を払わずに働かせすぎていた会社に責任があるということだと思います。年次有給休暇についてはもともと労働者の権利です。労働者が有給取りますといえば会社は簡単には拒否できません。長年有給を使えない状態のままにしていたこと自体に問題があったと思います。というわけで今回のまとめ、年次有給休暇を取るときはとにかく日付を指定して取りますと言ったり書面を出せばいい。ただできるだけ会社の用意した紙を使った方が揉めないと思います。会社のお金を使って従業員にたくさんお金を払ってもちゃんと就業規則を作ったり合意していて理由があれば OK。 残業代を払わなければ会社には付加金のペナルティだけど、いくらかでも払う努力をしていれば付加金からは逃れることができるでした。松崎弁護士の労働法大学ではこれからも判例や法律など皆さんの役に立つ情報を配信していきます。この動画が役に立ったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、通知ボタン押していただけるとすごく励みになります。最後までご覧いただきありがとうございました。